オフイズユアヘッド。なんじゃこりゃ。ハートの女王の法律第23条、祭典の場に猫である君の乱入は重大なルール違反だ。即刻退場しても。俺様は猫でもね。こんな首はすぐに燃やして。炎が出ねえんだぞ。僕がその首輪を外すまで君は魔法を使えない。ただの猫同然さ。なに、俺様はペットじゃねえんだぞ。心配しなくても、君みたいなペットこっちから願い下げだ。ま、学園からつまみ出される頃には外れてるよ。いや、相変わらず素晴らしいですね。どんな魔法でも封じてしまうリドルさんのユニーク魔法、絶対に欲しい。じゃなくて、僕なら絶対にかけられたくありません。どうにかしてください。あなたの使い魔でしょ。しっかりしつけを。え、あなたのじゃない。そうでしたっけ。うん。では学園街に放り出しておきましょう。鍋にしたりはしません。私優しいので。誰かお願いします。ギニャー、離すんだぞ。俺様は絶対絶対大魔法師になってやるんだぞ。ま、少々予定外のトラブルはありましたが、入学式はこれにて閉会です。各寮長は新入生を連れて寮へ戻ってください。ん？そういえばディアソムニア寮寮長のドラクニア君の姿が見えないようですが。あいつがいないのはいつものことだろう。あれ？もしかして誰も式のこと伝えてないのか？そんなに言うならあんたが伝えてやればよかったじゃない。でも俺、あいつのことあんま知らないんだよな。ドラコニアって、まさかあのマレウス・ドラコニア？この学校に通ってるってマジだったのかよ。怖え。やはり。もしやと思って来てみたが、マリウスは来ておらなんだか。また式典の知らせが届いていなかったと見える。申し訳ありません。決して仲間外れにしたわけじゃないんですよ。どうも彼には声をかけづらいオーラがあるんだよね。まあよい。ディアソムニア寮の者はわしについてくれない。あやつ拗ねてい。さて、大変残念なことですが、あなたにはこの学園から出て行ってもらわねばなりません。魔法の力を持たない者をこの学園へ入学させるわけにはいかない。心配はいりません。闇の鏡がすぐに故郷へ送り返してくれるでしょう。さあ、扉の中へ。強く故郷のことを念じて。
さあ闇の鏡よ、この者をあるべき場所へ導きたまえ。もう一度、闇の鏡よ、この者を。どこにもない。え、この者のあるべき場所はこの世界のどこにもない、無である。なんですって、そんなことはありえない。ああ、もう今日はありえないのオンパレードです。私が学園長になってからこんなことは初めてで、どうしていいか。そもそもあなた、どこの国から来たんです？聞いたことのない地名ですね。私は世界中からやってきた生徒の出身地は全て把握していますが、そんな地名は聞いたことがない。一度図書館で調べてみましょう。やはりない。世界地図どころか有史以来どこにもあなたの出身地の名前。あなた本当にそこから来たんですか？嘘をついてるんじゃないでしょうね。こうなってくるとあなたが何らかのトラブルで別の惑星、あるいは異世界から召集された可能性が出てきましたね。あなた、ここへ来るときに持っていたものなどは？身分証明になるような魔導者免許証とか靴の片方とか、見るからに手ぶらですけど。困りましたね。魔法を使えないものをこの学園に置いておくわけにはいかない。しかし保護者に連絡もつかない無一文の若者を放り出すのは教育者として非常に胸が痛みます。私優しいので。学園内に今は使われていない建物があります。昔寮として使われていた建物なので、掃除すれば寝泊まりぐらいはできるはずです。そこであればしばらく宿として貸し出して差し上げましょう。その間にあなたが元いた場所に帰れる方法を探るの。ああ、なんて優しいんでしょう。私、教育者の鏡ですね。では善は急ぐです。寮へ向かいましょう。少し古いですが趣のある建物ですよ。